トリーガールズの山木理沙です。森哲咲です。はい、ということでついに料理コーナーに出演させていただけるということで、はい、待ってました。ちーはまあ料理上手だよね。いや上手なわけじゃないんですけど、別に嫌いじゃない。むしろ好きで、去年の個人的な目標が料理をすることだったので、お鍋とか。あとオムライスとかがよく作りますね。なんかちーは特に特別な日っていうわけでもないのにお菓子をメンバーに作ってきてくれたりとか、そういうことが多くって、結構料理番長的な感じなので、すごい頼もしいなって思います。そんな山木さんはどうなんですか？私は、はい、過去に無洗米を洗っちゃったりとかそういうことをしてしまい、料理ベタがちょっと知れ渡ってしまったぐらい、ちょっと料理は苦手なので、今回は黒木先生とチーに助けてもらいながら美味しい料理を作れたらいいなと思います。頑張ります。黒木先生、よろしくお願いします。今日は何を教えていただけますか？水まんじゅうです。よっしゃー。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、水まんじゅう、材料なんですけど、くずとあんこ、あと水で。おお、これだけですか？うん。あ、簡単。これしか使わない。簡単なの。じゃあやっていきますか。はい。まず分量なんだけど。何グラム？グラムじゃなくて、お玉でいい。お玉。すり切り一杯。ね。はい。これに対して、水を9杯。9杯。ああ、その同じ。そう。1、2、3、9。ごめんね、これ6ぐらいのが良かったね。意外と長かったね。まだ数えさせんのかみたいになっちゃうよな、これ。で、これをもう今こんな色してるでしょ。これが練ってくると、練って火入ると透けてくる、透明になるから。そっか、それこそくず湯みたいなことだ。で、これよく混ぜないとそこの方に沈殿してるんで、それがないように火かける前によく混ぜて、しっかりくずを溶かしておきます。はい、これで火加減、もうね、このガスコンロの火じゃちょっと弱いぐらいなんだけど、もう目いっぱい強火、できる限り強火。そう、できる限り強火。もうちょっとしたら来ると思うんだけど、ボコンブカブカってマンゴーみたいな。そう、これのもっとでかいのぶっちんぶちん跳ねるような感じになってくるんだけど、そうなるまでもひたすら強火で、もうただただこれね、まだちょっと水まんじゅうっていうのは入るのかな。夏なんかね、これなんか岐阜県のね、大垣ってとこが名物なんだ。そこだとね、出し方がね、もうガラスの器に氷水張ったとこにこれボテンと落として、氷水ごと召し上がってくださいとか、そんなことですよ。本来すごく有名なところだとそんな食わせ方したりもするんだけど、まあ今日はそんなことはしないんだけどね。じゃあ、はい、もうだいぶきましたね。こういうことボコボコってくるでしょ。もうこんぐらいまでもずっと強火。これまだ全然今こうさでしょ。これがこうやってやったらネバネバずってきて、一度こう戻ってボテって落ちるみたいな、そんなぐらいになってくるから、そこぐらいまでこうやって練っていきます。こう基本押す動作でいいです。こうやって押してたまにこう脇をこう中火ぐらいしといたら、基本この辺でしょ、火が当たるのが。だからここを重点的にこう一箇所だけじゃなくて、こう火が当たってるところに。そう。なるほど。私前回の桃内先輩と夏焼さんの動画見たんですけど、ジロリンゴ。ああ、いや言っちゃったそれ。流れてました、めちゃくちゃ。ああ。それに言っちゃうんだ。すっごい刺さって心に。あれね、まあいいや、じゃあちょうどいい機会だから、じゃああれね。ジロリンゴってそんなにしょっちゅう言ってるわけじゃん、ほら。違うんですか？あんなしてさ、クロちゃんって言わされてさ、なんかなめんなよって感じでさ、ちょっと向きになって言っちゃっただけなんだけどさ、基本は下の子がつまみ食いとかしてんの見っけたら、おめえジロリンゴの分はよって、おい、俺のがどうしたよって、そういう時に使うのがジロリンゴ。ジロリンゴっての食べんなよってことですか？いや、食べんじゃねえ、おめえだけつまみ食いなんかしてんじゃねえって、そういうことを言うときに基本使うのがジロリンゴなの。何から何までジロリンゴだったらピシーンでしょ。だっていや、可愛いですよ。言ってえなこのジロってさ、人のこと言えないようになっちゃうからさ。そうそう、大体そう。いやもうね、あんなこと言える雰囲気でやってたわけなんですよ。リラックスムードで。そうそうそう。皆さんにどういうふうに映ってたかわかんないけど、やってたその現場はものすごいいい雰囲気でやってたわけなんですよ。だからつい調子に乗ってあんなこと言っちゃったわけなんですよ。ね。まだ混ぜます？まだまだ。疲れてきた？いや全然。じゃあヤマッキです。ちなみにメンバーに船木むすぶちゃんっていう子がいるんですけど、その子の公式ニックネームは船木です。ああ、クロッキーヤマッキー。何々ニッキーが2人もいるんだ。そうなんです。へえ、すげえね。じゃあその子が来たらみんな何々ニッキーだった。そうなんですよ。ふなちゃんだったらクロッキーヤマッキーフナッキーになっちゃうの。料理講座だったんですよ。みたいなね、なんかね、森田だったからね。森田っていうか、そっから取ったんじゃないの、俺がクロッキーって言われるようになったの。先ですね。2人がいて、それを真似してクロッキーになったんでしょ。何々き先輩です。私は何々先輩。そうした先輩です。料理長の料理の大先輩で何々きの先輩。ああ、そうです。確かに。それはあるかも。思えばそうです。先輩です。多分そこから来てるはずなんで。あ、そうだ。じゃあ俺がこれやってる間にあんこを丸めといてもらえますかね。待ってました。おい。こういう感じの大きさ。このぐらい。まだしてないか。このぐらい。こういう感じ。こういう感じ。梅干しぐらいか。大きい梅干しぐらい。梅干しもピンキリか。なんかそんな感じに丸めてください。折ります。やりづらいか。いや、頑張ります。あんこめっちゃ落ちました。大体でいいよ、そんなの。はい。大体で大丈夫だよ。できた。じゃん。大体でいいですかって割にね、うまいじゃないですか。やばい。ちょうどいいぐらい。いや、もう美味しそう。これだけで食べたいよ。あんこ。ダメでしょそれは。それじゃダメでしょ。ね、りえちゃん本当に料理しないの？本当にしないよ。最近作った料理は鍋。何鍋？豆乳鍋を作るじゃん。だからちぎって野菜ちぎって。ちぎる？切りました。切ったりちぎったりして。ねえ、ちぎるってさ、ブシュってさやったの。白菜とかちぎったり。紅茶も一応使いました。使いながら豆乳に入れただけです。いや、いいんじゃない？健康的でいいじゃないですか。ですよね。鍋が簡単だよね。でもね、入れるだけの味。で、だいぶ変わってきたの分かるかなこれ。はい。いや、ネバネバしてる。またさっきと色も変わった感じ。これわかるよ。ああ、本当だ。ずーって落ちそうで、一旦ずってなるでしょ。こんぐらいになったら大体いいから。完成。で、いやこれでいってもいいんだけど、なんか下味的に甘い、うっすら甘い方がいいでしょ。はい。これもう言ったらただのお湯だからね。甘いもの好きなんですね。大好き。あんまりギトギト甘くてもしょうがねえしな。でもこれじゃさすがに味しねえから。こんぐらい。はい。これはお好み。はい。で、これ練っていきます。こんぐらいまで練ったら、あとはあんこでくる。あんこにそれをくるんでいくんだけど。あんこ出します？何？一杯でもいいかな。一杯。おばっと。くるんだ。で、これを。なるほどね。はあ。あわって美味しそうだわ。こういうこと。ああって楽しいわ、それ絶対。で、これをこうやるでしょ。これね、ただね、すごい熱いからね。で、こうやってやって。おお。なるほど。で、まあ完成したらこれこういうことだよね。すごい。これが上に来るみたいな。めっちゃ可愛い。ね。ね。気持ち悪くないこれ。いや、可愛い。可愛いのこれ。そういうの好きなんで。そういうのが好きなんです。私。こうやって入ったらゴロゴロなしたのこれか。ね、なんだろうね、なんていうの。で、こうやったやつ氷水にすぐ落とす。なるほど。冷蔵庫ではじゃダメですか？時間かかっちゃうでしょ。氷水の方が早いからやっぱり。確かに。やろう。よし、もうやっていいんですか。いいですよ、頑張ってやってください。できた。はい。はい。おお、ね、またドロドロってした感じ。うん。ね。で。来ました。さあ。そういう感じでいいっす。こういう感じ。うん。あ、空気抜く。そうそうそう。空気抜くんだって。はい、抜きます。抜いてからねじ。あったかいっていうか気持ちいいこれ。超気持ちいい。あ、さっき熱々だったんだけど、もうね、量が少ないからすぐあっちに取れちゃったね、もうね。こういうこと？そうそうそう。ちょっとかな。ダメ。まあいいんじゃないですか。いいですか？うん。巻きました。あ、なんかもうあんこが大丈夫。でも一応止まった。大丈夫大丈夫。あんこがちょっとやばいことになってるかもしれないね。大丈夫大丈夫。危ない。美味しいよ。ね、氷水にくるんだの落としました。で、これもあと食べる直前にこのラップ取るだけなんで、まあこれで完成ですね。イエーイ、完成！イエーイ。ありがとうございます。美味しそうだね。美味しそうだね。それでは水まんじゅういただきます。さあこれね、黒木料理長の計らいでこのきな粉と黒蜜を入れてくださっちゃったんですよ。くださった。いや、美味しいに決まってるよね。いただきます。切れない。うん。どう？うん。美味しい。美味しい？なんか、あんこも甘くて美味しいし、このくずの部分がプルプル。これなんかトゥルトゥルって感じ。これ。一緒に作ったと思えないね。このくず粉、周りがすごい。めっちゃもう溶けちゃう、なくなっちゃう。いい感じに固まってます。私たちが一生懸命頑張って丸めたあんこも美味しいよ。いい形出してるよ。美味しい。これはね、幸せ。でもね、美味しいです。美味しいです。最高。やっぱ黒蜜ときな粉がいいですね。まあちょっとずるしちゃった。それがかかってりゃまあね、大体うまくなっちまうから。最高の組み合わせ。ね、これが中にあんこ入れなきゃくず餅なんで。ああ、そうですね。はい。くず餅も大好き。ね、アンケートに書いてあったからさ。そうなんですよ。こしあんが好きです。で、山木さんそう書いてあって生菓子作りたいってなって、じゃあどうすりゃいいんだって、あ、じゃあこれでいいや。合体させたらこれになりました。すごい。さすがのあんだね。まあそんなに難しくないでしょ。やっぱ根気が必要ですね。そう、それだけ。それはね、やっぱりね、それないでできないものはないから、これはしょうがねえんだわ。一生懸命練ってもらわないといけないんだけど。ですね。ありがとうございました。本当に。ありがとうございます。ご苦労様です。ありがとうございました。カントリーガールズの山木理沙です。森戸千咲です。それでは黒木先生、よろしくお願いします。今日は何を教えていただけますか。今日、けんちん汁と麦とろ。めっちゃ好き。あとはアスパラの肉巻き揚げ。美味しい絶対。をやろうかと思います。はい。よろしくお願いします。じゃあ今日なんかすごいね、3つやるんだけど、けんちん汁の材料はこの鶏肉。大根、人参、ごぼう、まあ一般的なものでやります。それと、アスパラの肉巻き揚げ、アスパラ、あと今日長芋も一緒に入れようかな。嬉しい。と豚肉、はい、これでやっていこうかと思います。で、あと麦とろ飯なんだけど、それで、麦とろに使う材料はこのお米と麦と大和芋、これでやっていきます。はい、お願いします。これもお米研いであるんですか？うん、それね、無洗米だから軽く洗っただけ。無洗米って研がないお米無洗米って言うんですよね。そうです。知ってる。一回経験者なんですよ、この人は。無洗米を洗ったことがあるんです。無洗米洗っても白くはなるんですよね。あ、でもね、軽くは洗った方がいいのよ。研がないでもいいんだけど、軽く洗った方がいい。結構洗ってたから、10回洗った。じゃあご飯をまず炊いていきますか。はい。でですね、これは今水に20分ぐらい浸してた米なんだけど、そんぐらいは浸しておいたわけです。はい。でこれを切って。入れます、はい、線ぴったりぐらいで3号のとこ線ぴったりぐらいでいいんで、でこれをかけます。それで麦、今日はこれ 45g なんですけど、これを入れます。はい、それで水を 90cc、 もう何も考えず足せばいい。麦 45g、 それと水が 90cc ね。それでこれを炊いていきます。それでじゃあけんちん汁の下ごしらえしていきますか。ちょっとゴロゴロな感じがいいかな。出た出た、すごい、出た出た出た。はい、切ります。山木さん、山木さん、私がやるの？分かった。私やります。はい、頑張ってください。はい、私がこれぐらい。断面図の真ん中あたりに。そう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 、そういうことです。ここだ。そうそうそう、ここ。おお。で、ごぼうがああいう感じの大きさでしょ。これを。こんぐらいかな。はい。で、ゆっくりで。これじゃちょっとあれかな、大きいかな。こんぐらいかな。こういう大きさに。すごい。ピーラー使わないんですね。はい。すごい。なんでこれ。いや、俺。そう。はい。すごいです。さすが料理長。さすが。すごい。俺なんか馬鹿にされてるみたいな感じ。違いますよ。私たちじゃもう絶対ピーラーじゃできないもんね。すごい。まだ仕事でやってるからね、俺ね。すごい。さすが。それで。仕事だけ。できた。こういう感じだね。で、あ、それも横に切るんですね。すごい。横でもよかったんだけど、なんか乱切りにしたんだ。乱切り。うん、こういう感じで入れます。はい、水の中に入れてください。で、これをこういう大きさに切っていってください。わかりました。はい、切ります。これ見ちゃえばいいか。で終わったら、ここに肉ってあんま切らないから。どうやって切ったらいいか分かんない。それでね、包丁でね、こういう風に持ってくるんだよね。で、そうすると力入れやすいから。切れる？一応切れる。すごいね。できた。はい、ありがとうございます。そしたらこれを一旦こっちのこの野菜、これだけちょっと茹でて、少し柔らかくします。はい。で、これね、茹でて柔らかくしていきますので。鍋に入れて、もうね、沸くまでボンボン強火でいっちゃって、ある程度沸いたら中火にして、でね、また後で見てもらうけど、串がね、ちょっとスーって入るほどじゃなくて、ちょっとずって少しこう手応えがあるぐらい。はい。スーって入ったら煮込みすぎなんですね。なっちゃうんですよ。なるほど。ね、やっぱり野菜にほどほど歯ごたえないと美味しくないでしょ。今トロトロになってたらね。ということで、これで戻していきます。力入れないで、ちょっとくねくねってやって、したらどっかポキンと折れて。おお。したらこの上。おお。楽しいこれ。ね、そしたら。はい。イエーイ、できた。めっちゃ集中して。楽しいねこれ。楽しい。うん。ひどい。で、材料、だいぶ大根なんかももう透けてきてるでしょ。刺したら、ちょうどいい感じですか。ちょっとお二人見てください。スーッとはいかないけど、入るは入るでしょ。これがもう少し緩いと、もうスコーンっていきなりスコーンって感じで入ってきちゃう。ちょうどいいあれ刺し具合。あ、本当だ、すごい。そういう感じのとこまで。で、鶏肉、ね、これ霜降りしときましょう。霜降り。そしたら臭みとかも抜けるし。はい。これしないで入れると、もうアクがひたすら出続けちゃうから。もうすくうのもめんどくせえし、霜降りは確実にやっといた方がいいっす。はい。はい。霜降り。お家でも。そうそう、肉とか魚をね、やるときは必ず霜降り。はい。必ずぐらいに置いててください。必ず。もうね、お湯かけちゃう。ザバって。これでいいですから。ああ、白くなった一気に。表面だけ火が入った状態になるの。こうすると。ね。出汁はこれ企業秘密ですか？企業秘密。いや、動画でもう出汁の引き方はずいぶん前にやったんだけど、もうそれとほぼ一緒。一緒。うん。過去の動画を見てください。まあいいんだ、本出汁でもこんなもん。酒とみりんと醤油、濃い口醤油ねこれ。濃い口醤油。うん。お酒。うん。酒はね。1杯。2杯。3杯ぐらい。3杯。あ、これちなみに30cc レードルなんだわ。あ、だから90cc で1杯ぐらいか。90。うん。90cc。お酒です。みりんはね。1。2杯。まあまあこんぐらい目安はね。45ぐらい。あとほら野菜によって味が全然違うから。甘い野菜だったりあんまり美味しくない野菜だなとかいうのでまた変わってきちゃうから。なるほど。当たり外れはやっぱあるからね。そうそうそう。じゃあ今お醤油入れないんですか？まだ入れない。うん。でこれ強火ではいバーッときたでしょ。もうでもね霜降りしたり湯がいてアク抜きみたいな感じで湯がいておけばそんなには出るんだけど、これちょっとねアクだけを慎重に取ります。うん。干し椎茸、これ入れるの忘れてた。やべえ。大変。はい。これ干し椎茸入れてください。これ入れると美味しくなるんで。そしてお醤油を。そう。ね。30、45。これ後からいくらでも足せるから醤油ってものは。なるほど。うん。とりあえずこれで少し煮てって様子見ますかって感じ。はい。飲んでみて味が足んないと思ったら足せばいいし。はい。こういう感じで。だいたい。いい感じな色というかなんていうか時間的にもちょっとここで一旦見ときますか味は。はい。あ、待って美味しい。これやばい。美味しい。これやばいわ。熱っ。これでいいです。そう？めっちゃちょうどいいです。あ、これいいのか。私はね。女の子甘いの好きなのかこれね。甘い確かに。こんな気持ち醤油入れるとまた違うんだけど。じゃあ入れます。あ、入れる？はい。入れていいですか？はい。料理長の仰せのものにね。そうだね。確かに確かにそう。本当だ。少しね。やっぱね少し。うん。ほんのちょっと。本当だ。それで味変わるんだね。変わる。これを少し馴染ませますか。はい。あ、それでこれさ、俺ネギのぶつ切りかなんか入れてもね、よかったんだけど忘れてるから食べるときにね、ネギを乗せます。これ入ってないけどネギ入れた方が美味しいです。美味しい。ごめんね。ぜひネギを。ごめんね。入れる。ごめんねちょっと。忘れちゃった。美味しいですもんね。よっしゃ。じゃあこれでちょっと見てみてくださいまた。あ、変わった。あ、こんなに変わるのね。美味しいです。美味しい。あ、確かにこっちの方が美味しい。少し甘いのとね、ご飯と一緒に食う汁だから、まあね、もう少し出汁というか、俺は店で出す時もう少しこれにもうさらに出汁効かしちゃうんだけど、追いがつおとかして、すっげえだからあれなんだけど、これでもう少しこうちょっとなんかパンチがねえなとかいう時は少し顆粒だし、本だしみたいな少し入れるとか、そういうものをね、まあこれでも十分食えると思うんだけど、まあね、お好みに合わせて、まあじゃあこれはこれで止めておきます。またご飯と一緒に食べる時に温め直しましょう。はい。いや美味しそうだわ。こんな感じ。こうなんていうのかな、今日はここあるでしょ。はい。で、よいしょ。ああ同じぐらいにいけるんですね。で、なるほど。こういうことしようとしてるわけなんですよ。本当ね、互い違いに。すごい。あ、なるほど。これを巻いて、かっこいいのこれ。かっこいい。これをこう巻き込んでいくみたいな。でこれもうちょっとこうか。ね、これでこうやってやっちゃえばもうずれる前に負けちゃったね。確かに。すいません先輩。黒木のミスです。黒木のミスです。ヤマキもミスしてます。こういう感じで負けいいの。はい。でそれもやります。あんまり太くしちゃいけねえか。こんぐらいでいいか。もうね。わかんない。こんぐらいでいいと思ったらもうあれ包丁でスポンって切っちゃえば。ボチャン。あ、もうだいぶちょっと下がってきたね。いっそ火消しちゃうぐらいだみたいな。消すんだ。もう十分高いんだね。おお。全部入れちゃえば多分下がると思うから、はい、入れちゃいます。はい、おー、うわ、これやばいわ。揚げてますって感じね。なんかすごい音してるね。この音ね、もう一回夕食時にいいよね。まあそれで、あとはもうこれちょっと温め直して、もう切ればもう完成ぐらい。はいはい。まあこういう感じで巻くところだけだよね。だからこれはね、見どころは。はい、じゃあとろろ作ってきました。はい。これこのね。なんだ、これでするんですね。すり鉢。すり鉢ね。そう、それで。うわあ、楽しい。これじゃないんですね。家庭用の。せっかくこれでやるからね。はい。あ、楽しいよこれも。おお、これも楽しいだろうね。すごい、めっちゃネバネバ。ね。めっちゃネバネバ。楽しい。はい。楽しい。楽しい。これも楽しい。あ、わかる。楽しいの？楽しいです。これ楽しいよ。まだいけるね。ギリギリまで。うん。そろそろ怖い時期。怖い時期。手すっちゃうね。いや、じゃあもうここから黒木がやります。ありがとうございます。ね、女の子には優しくしなきゃいけないから。女の子と犬には優しいんですね。犬と女の子には。おお、そうです。ね、犬にも優しい俺。猫じゃない。犬。うん。断然犬でしょ。犬ですよね。初めて気が合わなかった。犬可愛いよね。犬可愛いです。犬飼ってるんですか？昔飼ってた。おお。名前はなんて言うんですか？コロ。コロ。でこうね、卵。卵。お。卵入れちゃいます。ね。うわ、美味しいねこれ。でこれで。はい。ああ、美味しい。これのネギが割れた。ああ。はい、残念。これうどんにかけてもいいね。絶対美味しい。何でも合うよね。美味しいよね。少し出汁も入れちゃおうか。はい。あ、絶対美味しい。ね、せっかく出汁あんだからね。絶対美味しい。シャイトが、あー、絶対美味しい。そう。ただ醤油で、あと本当は塩と醤油で味付けていくんだけど、そんな深くやっちゃうとこうわけわかんなくなってくるから、もう醤油でちょっと味付けて、そんな程度で覚えてください。ね。はい。じゃあ、ちょっと開けてみてください。緊張して、一瞬。オープン。全然抜けてますよ。ああ。で、あれぐらいの量でも麦が入ったらって感じになるでしょ。慣れてない感じがね、ダダ漏れなの。さあ、すごい混ぜ方してるね、なんかね。ああ、森さん素敵です。あ、やっぱ素敵女子だわ。ご飯ぐらいはちょっと混ぜますね。うん。山木ちゃんの混ぜ方はちょっとやばい混ぜ方だったね。はい、じゃあご飯も完成。完成。それでは早速いただきます。うわ、めっちゃ美味しそうだね。これはやばいよ。やばいよね。いただきます。どうしよう。何から食べよう。けんちん汁食べて。けんちん汁からいただきます。ちょっと待って。いただきます。うん、どう？めっちゃ味ついてて美味しい。美味しい。豚肉は？鶏ね。あ、そっか。ペンチン汁なんで、豚汁ではないです。はい。そう。いただきます。ちょっとネギもいいね、入ってて。うん。美味しい。食べよう。熱い。熱い。本当に美味しいこれ。え？めっちゃ熱いでも。すごい。味噌。おいしい。しいたけおいしいよ。食べた、おいしい。これ見てください、これ。あ、柄をね、見てほしいよね。わかる。どうです？おいしい？倍量。待って、本当においしいこれ。これで何か。え、すごい。自分で作ったの食べよう。なんか、山芋のとろとろとアスパラも筋取ったじゃん。だからなんかとろとろしてるんだよ。茹であげたから、それがわかるでしょ。マッチしてて、でしかもさらに揚げてるから外側はサクサクで中がとろとろで本当に美味しい。とろろだっけ、濃い。なんかさ、麦とろご飯って私今までとろろと麦飯ってだけだったけど、卵入ってる方が美味しいね。卵入れて美味しい。初めての試みだったけど。倉木料理長。本当に美味しいです。ありがとうございます。あ、そうですか。本当に美味しいです。やっぱりお醤油入れた方が良かったです。あ、そう。はい。やっぱりさすがだなって思うんですよ。ね。なんだかうまいね。いやいやいや、この道初めてね。さすがの嗣永さんとこの若い衆だよ。いやいやいやね、本音しか言わないもんね。うわうわうめえなこれ。あ、そう。何年間続けてらっしゃったんですか？何？料理を始めて。あ、俺25年目。うお、私の生きた年より長い。桃地先輩が生きてる年、料理を。いやもう。あ、だから嗣永さんが生まれた年が俺の板前1年生ぐらいじゃない。おお、すごい。すごい。まあまあまあ、あ、これそれでね、塩で食べてもよかったんだけどね。塩。うん、まあこんな真ん中に練り梅ちょっと入れてとか、そういう、まあでもそこまでやっちゃったらもうなんかわけわかんなくなっちゃうから、今日はもうこんな感じで、俺すごい大事なポイントを解説するのを忘れたんだけど、このね、こう巻いた両端を豚肉で蓋みたいにしとかないと、隙間から天ぷら衣が入り込んでっちゃってちょっとなかなか上がらないんで、もしやるんでしたら、その一番大事、そこ抜けちった蓋をする、大事。本当にありがとうございます。本当に美味しかったです。ありがとうございます。ご苦労様です。いや、お邪魔しました。どうも。